戦地で売ってねえんだよ。学校で仕事というはさ、俺普通に大学で俺3回仕事だから、ね。でも俺もあるよ。あるよね。予備校でケーキ漬けに毎回仕事ってたもん。うっそ、コンビニに取るしかないわ。大学、ガチ大学で、休み、昼休みがあって、うん、友達もいめないし、まあ、いた時もそうなんだけど、なんか、たまたま、こう、仕込んでるよ。いた時も、普通に行った時も、たまに一人の時間があるやん。うん、他の時間は友達あるけど、たまに会って、暇だなと思って、うん、飯食って、うん、ちょっと、無理って言って、うん、そのまま、シカシカシカって、学校で、はぁーって次に、おーとか言って友達と、おーって言って、ちょっと力入ってる。ちょっと力入ってる。なぜかわかんないんだけどね。でも、ストレートでしこったらさ、なんか5分ぐらいは生きるやん。その、うん。いけるいける。普段のさ、しこりってさ、なんかちょっと、まあ、楽しむじゃないか。楽しみたいから、そう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 、ちょっと抑揚をつけると言いますか。うん、俺2回止めるもん。いや、ちょっとが1回わかる。でも久々にやると、あの、止めるってどこまで寸止めってこと？そう。寸止め寸止め。そう、寸止め。まあ、寸まで行かないんだけど、あ、そろそろ行くかもと思ったら。時に1回やめるんだよ、ね。そうそう、ちょっとやめる。そういうこと、俺、結構その、グラフとしては綺麗にいってるかもしんないよ。その、波がないかもしんない。徐々にポイント溜めてる感じ。波を作ってんだよ、俺らはだから。そう、作ってる、作ってる。本来なら5分で行くところを、うん、わざとこう、凹ませることで。あ、4分、2分、4分、2分。そうそうそう。あ、でも久々だとこの2分の時にこう、ちゃんとこの、ポタポタ垂れてきて。あ、そうなんだよね。そうなんだよ。あ、溢れる、溢れるって。溢れる。自分の部屋で。自分で制御できないで、スピードが来るの早いのよ。めちゃめちゃわかるわ。休日しこってる時に、仕事の、なんか、社内用のさ、SNS みたいな、メッセージ、連絡ツールみたいなやつで、うんうん、ちょっと俺について言及されてるメッセージとか、なんか通知で来るのよ。その時に、やべえみたいな感じで、文見るじゃん。で、ああ、大丈夫かと思って見たらさ、あの、糸引いてるわけ。わけ、わけじゃなくて。わけじゃなくて、制御引いてるわけ。制御できてないよ。波あるないの話でもないし。そうだよ、もう。制御できなすぎて、もう。甘久防衛みたいになってるんだから。ダイヤのやつの。曲がりすぎて制御できない。溜まりすぎて制御できない。溢れてきてしまうみたいな。そう。なっちゃうから。一回一年ぐらい前に、なんか出会い系の人と、あの、遠隔ローターデート。して、うわー、いいなそれ、めちゃめちゃいいな。しかも横浜の山下公園、うわー、めっちゃいい。で、それで意味わかんないんだけど、そのままその人髪切りに行って何もやんないんだけどだからちょっとロータで遊んでるだけで、リモコン髪切り行く時は何もない。うん、そう、それで、うん、なんかその日も髪切りに行くって言って、そのままなんか染めるとかで時間かかるみたいな感じで、もう元から前から言ってたんだけど、俺が無理やりその前にねじ込んだりしたから、予定をね、なんかそのわかんない、もしかしたらだけど、そのカフェとかと間違えてんの、その子は。ちょっとカフェで一息ついてみたいな、そのローターを。予定の前に、髪切る前に。なるほど。ちょっと、ちょっと一息ついてるためにぐらいの。じゃない。いや、どうだったの、いや、とにかく。人ねじじゃない。人ねじ込みじゃなくて。めちゃめちゃ説得した。その、じゃあ違う、もう乗り気じゃねえ。乗り気じゃねえ。ってことか。乗り気じゃねえ。電話で、でもなんか結構向こうがド M ですみたいな。うん、はい、はい。感じになって、なんか、そういう遠隔ローター系のデートとかも興味あるみたいになったら、もうリズム、ああ本当に。で、そうだよね。今そう言ったよね。なんでみたいな感じで、もうリズムして、関わりたくない。その、休日の、そのお昼過ぎぐらいに無理やりねじ込んでローターだけやって、それであの駅でおしっこしようと思ったらもうネバネバだったの。まずその女と性的議題でディベートしたくなくない。そうなんだよね、そのガチディベートや。そうそうそう、いやもう、ね、ちゃんともう賢者だけどね、ディベート時点でもう何もしてないのに、ね、合ってるわけでもないのに、そっから戻れる自信もねえわ。無理だよね。くっちゃくちゃって本当にね。お前幸せな人生だな、お前それで。ガチディベートでぐちぐちないでしょ。マジでその、無味無臭のさ、汁あるじゃん。まあまあまあ、あるよ。あの、ただ。もう、お水みたいな。お水みたいな。糸引いてたわ、なんか、うわーって思ったもん、ほんとに。おしっこできなかった。その女の子にやられたかって、人差し指と親指くっつけて、なんでこんなになってるの、もう、めちゃめちゃこうやって引き離して。向こうがド M だから。なんでこうなってんのってこうやってどうしてほしい、どうしてほしい。高校時代やってたよね、課題とかに。課題っていうね、ラグビー部の俺と同じぐらいの、課題はいいんだ、でかい女子部。そこはもう大変だよ。課題っていうね、ラグビー部の
俺より男みたいな女子に全然俺より肩は広かったからその無理やりさあの超好きやったお菓子とかをさ口に詰め込んでさお菓子レイプみたいなことやってやめてください助けてくださいじゃあどうしてほしいのどうしてほしいのって言ってみ自分の口で言ってみほらえどうしてほしいどうしてほしいいや、じゃあそれこそ俺の敬愛する天心木村さんもエロシリンで言ってて天心木村って言わないから天心木村さんもなんか SM プレイしようとするときにあのそういうこと言おうと思うんだけど、うん、思いつかないから同じことを3度言う松永みたいな喋ってないとね、冷めちゃうからね。マジであるな。性癖なんだろうな。俺多分、小学校の時に、家のパソコンで初めて見た。この番組では皆さんからのメールやメッセージを募集しています。概要欄からメールや公式 LINE などなど、ぜひぜひメッセージください。また、Twitter、TikTok、Instagram もやりすぎてわけがわかりません。興味があったらどれかしらで何かしらをお願いします。セクース。